世界トップレベルだもん。藤江小学校区にある公共施設では毎日いろんな活動が行われているわん。こちらは大正琴を習う皆さんだもん。年に一度の発表会に向けて楽しみながら練習をしているわん。一方、藤江小学校区の西にある平池台集会所、ここは平池台の団地に住む皆さんが気軽に歩いて立ち寄れるところだわん。ヨガ教室や民謡教室など体を動かす活動が盛んだわん。体を動かすといえば、藤江コミュニティセンターではある珍しいスポーツが行われているんだわん。何やらゴムのようなものが引かれて綱渡りのようにも見えるけど、みんなはこのスポーツを知っているかな？詳しくは収録会場で紹介するわん。スラックライン細江ファミリーです。今日は来ていただきました。さあ、見ていただきましたが、会場の方にまず聞きましょう。スラックライン知ってる人？嬉しい限り。ありがとうございます。じゃあ早速ですけども、スラックライン道具、基本的な道具、はい、ルール、はい、説明していただきたいんですけど、はいはい、まずこのナイロン製のベルトなんですけど、5センチ幅でこの上に立って片足立ちが基本で、これでバランスを取ってもらいます。両足立ちじゃなくて片足が基本？そう、片足です。そしてでそこから歩いて行くのが、これが基本ですね、はい、であとは後ろに歩いたりとか、はい、します。で、あとはあのダウン系といってちょっと技に入るとこの上で座ってしゃがむ。いや、これはなかなかバランス難しいんですけど、立つぐらいはね。ちょっと宮本さんもいいですか？いいですよ、はい。何年僕が体験系の取材をこなしてきたかでしょ。これ、足をまっすぐこの、はい、まず乗せてもらって、はい。股間を強打した宮本ちゃんはここでリタイア。それでは本物の技を見てみましょう。あれ、宮本さんみたいに滑ったりすることはない。乗って、ここからじゃあ初歩お願いします。エア系という感じですね。おあの子供さんランキングみたいなものある？子供のランキングというかジュニアの部で、去年全国大会で優勝しました。全国大会優勝してんの？はい、いや、すごいな。それじゃあここで問題です。いわゆるジュニアというクラスで昨年優勝した樹くんなんですが、このラインと呼ばれる綱渡りの上で前宙、わかる？前回り、くるっと手つかんで、それがやれる。さあ、丸か×かお答えいただきましょう。それでは皆さんご一緒に3、2、1、どうぞ。半々ぐらいですね。半々ぐらいだな。ほら、これのこの5センチ幅の上で前回りするっていうんだから。さあ、それじゃあ樹くんお願いします。片足からの、はい、おいおいやかっこいい、おしゃれ、いやいや、はい、かっこいい。ということで、お父さん正解は丸です。丸が正解。